ボンドチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。ボンド大阪岡です。高橋です。さて、はい、ちょっと前回の812から続いてスーパーカーちょっと続きになっちゃうんですけど、はい、こちらフェラーリ458イタリア、はい、はい、嬉しいことに、はい、オーナーさん、まあオーナーさんもそうなんですけど、はいはいはい、息子さんがボンドチャンネルの大ファンという。ああ、そうなんですね。いや、それは嬉しい。中学校3年生お受験、はいはいはい、忙しいのに、まあ、真っ只中ですよね。勉強ボンドチャンネルたまにチャンネルみたいな、はいはいはい、そう、なるほどね、まあ、を見つつ、もうやっぱりあの、もうボンドであれが出ていた、これが出ていた、嬉しい。なるほど、うん、はい、で、まあ、こちらのオーナーさん、はい、スペチアーレ458、はい、スペチアーレ458スパイダー、スパイダー乗ってて、あ、俺イタリア乗ってねえわっていうことで買ってもらいました。なるほど。ちょっともう、はい、あの、まあ、連絡来て、はい、あのうちの在庫であった車で、はいはいはい、買うまでのスピードがもういつも速い。スペチスパイダーからのイタリアはあんまり聞かないですね。逆にそう、まあ、スペチアペルタはちょっと値段がもうこんななっとるんで、はいはい、そうですね。なんでそんな、はい、まあ、その歴代458乗ってこられた方だからこその、はい、通好みカスタム。あ、なるほど、なるほど。そう、だから、まあ、見た感じ、うん、リッキーちょっと純正かなって思ったよ。そうですね、一見こう車外パーツが見当たらないなと、正直、はい、うん、逆にそれがちょっと狙い目という。ああ、なるほどね、うん、ちょっとそれは紹介してほしいです。そう、はい、まあ、まず、はい、まあ、あのうちでも結構人気のデイライト、デイライト、そう、はい、デイライトモジュールで、まあこれはまあ、ストロボモードとかもあるけど、あ、なるほど、なるほど。もともとデイライトって、はい、その昼でも見えるようにっていう。そうですね、うん、まあ、やっぱりこれあると安全性とかでも、もうありますし、うん、結構いいし、まあ、まあ何よりかっこいいですよね。かっこいいな。そう、はい、まずこちらデイライト、はい、なるほど、あの IID のデイライトモジュールを使っております。まあ人気のやつですね。で、他はどこ変えたんですかね。そう、はい、ホイール、あ、ホイール、うん、これあの一応純正オプション、あ、ですよね。そう、はいはいはい、もともとはあの5本スポーク、なんか人手みたいな、そう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 、はいはいはい、あれやったんやけど、はい、まあ、やからあのインチもアップせずそのまま、あ、そのまま、うん、なるほど。で純正オプションのホイールに変えて、はい、で、センターキャップは、はい、これカーボンの、カーボンの、うん、はい、センターキャップに変えて、はい、あとキャリパーをこれイエローにペイントして、あ、塗ってるんですね。そう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 、はいはいはい、ね、イエローにペイントして、はい、あのフェラーリとブレンボカーボンセラミックのロゴを入れて、ロゴも入ってると。そうそうそう、なるほどね、うん、で一応、はい、車高は、はい、あの純正車高調、あ、はいはいはい、車高調整で、もうでもほんま全然落ちひんから、はい、もうさらっとぐらいで、まあ、ちょっと調整したぐらいで。そう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 、なるほどなるほど。であとスペーサー、はい、そうですよね。そう、ちょっと出てますもんね、ちょっと面具合を。でこれもこのオーナーさん、はい、関東のオーナーさんなんやけど、はいはいはい、まあ岡さんに頼んでたら関西仕様でパツパツで来るんじゃないかって言われていや、そんなことないですよって言って車納車したら、はい、パツパツやったっていう大正解やった。そう、前後ワンサイズ落としました。落としたんですね。そうそう、いや、もうさらっとな、はい、もうあのちょっと お上品な関東仕様っていうあのパツパツ関西仕様はちょっと、はい、いつもの感じで、そうそうそう、いつもの感じでやったらちょっと、うん、だからワンサイズ前後ともちょっと落として。なるほどね、うん、はい、まあまあでもその分ちゃんと面は出てるし。そうですね、さらっとした感じですね。そうそうそう、うん、でリア周りは何も、はい、変えてないかな。手加えてない感じ、ね。まあまあ、あのナンバーと LED とかそれぐらい。はいはいはい、うん、なるほどね。とあと EBM。あ、EBM、うん、はい、まあ、定番ですね。そうそうそう。もうだから普通にマフラーもノーマルのまんまで、はいはい、うん、バルブの開閉ができますよ。なるほど、なるほど。まあもう458は十分開けるだけでもええよ。そうですね、うん。NA ですね。そうそうそう。はい、もうそれぐらいかな。
まあ、でも車外パーツはついてないですけど、うん、そうやって聞くと結構ツラも出てたりとか、そう、まあ、ホイールも変わってますし、意外とさらっとしててかっこいいですね。そうそうそう、フェラーリとかも本国で、はい、あの発表された時って結構いつも車高も低いし、はい、空もいい感じやし、はいはいはい、その形にちょっと近づけたようなイメージ。あー、なるほどね、うん、でも日本に来たらなんでこんな面甘いし車高高いしってなるんやろっていうのをちょっと戻してあげたよ。なるほどね。そう、はいはい、イメージはそんな感じ。 あと室内、室内、そう今回は、はいはい、よいしょ、純正、よいしょ、純正オプションのカーボンを全部つけました、はいはい、あ、え、後付け、後付け、そう、いやもうまあ、ステアリングはもともと LED ステアやったから、はいはい、他のエアコンの吹き出し口とか、あのセンターコンソールとか、そう、センターコンソール、パドルシフト、はいはいはい、あと、まあ、助手席の前のパネル。あ、はいはいはい、そう、へー、これ後付けできるんですね。そう、すげー高い。あ、ですよね。すげー高い、純正ですもんね。そう、あと全然けえへんかった。あれがないこれがない、全部来ました、でもあれがないとか。そう、結局ないんかい。そうそうそう、結局ないっていう。なるほどね。だからもうスカフプレートも、はい、カーボン今回変えた。ああ、今回変えた。そう、なるほどなるほど、うん、でも中は全部、まあ、もともとオプションのレーシングシートで、はい、シートのバックシェルもカーボンやったから。なるほどなるほど、うん、まあちょっとそれに合わせて。そうですね。そう、結構、まあ、あの飯村さんがブログで書いておったけど、パドルがあのちょっと長くなったね、はい、これ。ほうほう、だから結構操作もしやすくなったりとか。あー、なるほどね、うん、とにかくまあ触りやすいというか。そうそうそう、操作しやすい感じなんですね、うん、なるほどなるほど。で、あとまあこの辺りの年式のフェラーリでよくあるベタベタ室内。あ、はいはい、うん、あります、ね、あれはもう全部綺麗に、そう、ベタベタ綺麗に処理。そう、もう再発防止も兼ねて、はい、なるほどなるほど、うん、もうコンディションはかなりいい状態、もう完璧です、ね、そう、はい、だからやっぱりこれやったらその歴代458に乗ってきたオーナーにふさわしい。なるほどね。そう、はいはいはい、458かなっていう。なるほどね、うん、そう、すっきりして、うん、シンプルな感じでな、ね、いいですね、うん、結構これでボンドチャンネルファンの息子さんとドライブに行ってほしいなと、はい、そうですね、うん、ちゃんとお受験勉強もしながら息抜きにドライブとボンドチャンネルを見てほしいなと。なるほど、はい、うん、息抜きでやってほしいです。そう、はい、メインは受験勉強ですね。そう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 、はい、というわけで、はい、今日は通好みな458イタリア、はい、どうでした。ね、まあ岡さんにしては珍しいというか、この純正プラスアルファっていうカスタムが久しぶりに見れて、うん、ちょっと嬉しいです。別に もちろん車もかっこいいですし、俺もそんなベタベタパツパツばっかりではない。いや、そんな感じはする。まあでもスペーサーはちょっとやりすぎた。はいはい、はい、そうそうそう、まあ、ちょっとその前回の812 の, あのブルーの、はいはいはい、そう、あれの動画のコメント見てたら、はい、ちょっと最近スーパーカーが多いですねと。あのミニ復活っていうコメントいただいて、はい、ありましたね、うん、はいはいはい、確かにちょっと今日も458やし、こう立て続けにスーパーカー系が来たけど、はい、やっぱもうあのミニもね、うん、俺ら大好物な。そうですね、そう、あのジョン・クーパー X GP とかも待ってますんで、よろしくお願いします、うん、この前しのちゃんがあのバージョン3で落として、あ、車高調入れてましたね、うん、はい、いやもうあれフェンダーえげつないな。そうです、ね、突っ飛び出した、うん、でもあれ絶対落としてホイール入れたらかっこいいと思う。あれこそバチバチにしたいなあ。ぜひご依頼ください。はい、お願いします。はい、そしたらじゃあ次はどんな車が、はいはい、紹介できるんでしょうか。そうですね、はい、楽しみにしておいてください。はい、それでは今日はこの辺りで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。We can feel the flow underneath our feet. Five shots through my chest as you watch me bleed.Every kick, drum, hit is a symphony. Every brush of your curves is the air I breathe. You speak, I am listening. Sweat rolls, girl, you're glistening. Slow mo, pull me into the light, the light. There are people watching us, wishing they were obvious. Instead of giving into the fright.
Yeah.